はい、皆さんこんにちは、ゲーム水の城です。弾かない豚はただの豚だ、紅の子です。懐かしいな。ね、2回目。そう紅の子さん2度目の登場ですね。まあ、今回ね、シロさんがハシャドを弾くということで、僕はね特に弾くのないんで、エヴァガチャの方をね最初に、エヴァガチャ弾くんだ。ハシャドって聞いてたんだけど、1回だけ弾いて、終わりに、狙いとかあるんですか？狙いはね、ないじゃん。ないんじゃん。ないね。コンプしてますよね。そう。じゃあアスカかな。アスカか。別に、アスカが一番なんか、当たりな気がしてきたから、ね。やっぱりシャドウ行こうかな。はい、ここで悩むのやめてもらっていいですか。事前に決めといてほしいな。はい。行きますか。お、早速。何回引くんですか。一回。あ、一回ですか。俺これの配置好きなんですよ。あの一番下だけ銀。はい。これ出ますよ。マジ。はい。じゃあもう。特にまだね、紅引きとかないんで。あ、紅引きないんですね。そう、まだないんで。紅引きやってませんでしたっけ、一回。紅引きなんかあったっけ。やってた気がする。なんかナウシカさんと被ってた気がする。久々だから忘れちゃったな。久々だから。マジで出ないじゃん。対象だよね。対象でしょ。対象。いらないけど。マジで、まあ、俺欲しいんだよ、マーリンか。マジなんか弾けなくなって気がした。なんか出るんじゃない、出やすいんじゃない。じゃあこれでやめときます、今日。これ出るよ、これ。出ます。じゃあ早速ね、自分本気なんで。はい。じゃあ次シロさんで。はい。じゃあということで、ここから本番。何が欲しいの？これね、すごいんですよ。あのエメラルド持ってないんですよ。でエメラルドが一番欲しい、ダントツで。アザゼルも1体しか持ってない。あ、なるほどね。だからあの、まあ、カミカ2体にするんですけど、もう1体カミカが欲しい、でマーリンが2体持ってるんですけど、まあ、2体引いたんですけど、1体に混ぜちゃってるんですよ。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。だから2体目がちょっと欲しい、で10兵の2体目が欲しい。2体目、ね、はい。なんで、ちょっとこれ引く意味があるなと。確かに。はい、いきます。な、何連？20連します。20連、はい。久しぶりか。出るんじゃないんだよ。出るんじゃないか。フラグ上手だな。最初だしだって。はい、いきます。頼む。久しぶりですよね、ガチャ。ガチャは久々、ほんと。めっちゃ久しぶり。エヴァガチャだってスルーしたからね。確定。音は聞こえてないんでね。頼む。だからエメラルドは止まるのか。エメラルドだったら止まる、ね、止まると思う。はい、頼む。欲しいんですよ。俺エメラルドね、覇者の塔登るのにね、めっちゃ必要だからね。あれ？おお！え？コルセア？今日じゃねえ。コルセア？コルセアっす。でももう見えてない。見えてないじゃん。なんだろうなーと思ってね、ダメよね。コルセア。これね、これ動画入ってないからね。あ、そっかそっか。そうそう。コルセア。何も見えてないから。いきます。やばいこれ。なんかね、ハシャドウをここ3ヶ月ぐらい連続で弾いてるんですけど、全部コルセア出んだよね。ほんとにお願いします。いや、マジでエメラルド欲しいんですよ。エメラルドほんと欲しいんですよ。確かに強いかな。はい、頼む。え？カウン？カウン？お前ハシャド活躍できねえだろ。マジ？マジ？そんなに出ない？え、マジマーリンでいいから欲しかったんだけど。ちょっとあと何個あんの？はい、あと14個っす。シングルいけば出るよ。いやー、カウンか。やばいな。カウンコルセア。まあでもこんなものなんですよね、ハシャドウ。だからね、まだ期待しないです。はい。銀から金見たいですね、久しぶりに。確かに確かに。うん、頼む。出ないな、やっぱ。やっぱね、俺ね、対象外のやつね、引くのがね、得意なんですよ。焦った。お寮に見えた。いやでも近づけて、はい、近づいて。近づいてる、確かに。近づいてきたよ。貴属性にはなってるからね。うん、はい。ラスト。あー、もうこの配置ダメな気がする。頑張れ。やめろよ。受けとかいらないから、ほんと今日は。はい、頼む。来い。お、あ、でもまだ貴属性だって、ね、まだ貴属性でもう終わりだけど。まあ、しょうがないね。はい、はあ、いやー、まあこんなもんっすよね。でもハシャドウは渋いな、やっぱガチャは。久しぶりにね、このうわーって感じになったわ。はい、弾けないんすよね最近、マジで。まあこんなもんでしょうと。
ハシャドウね、うん、でエメラルドはね、ちょっと獣神祭とかでも狙おうと思ったんですけど、うん、ワンチャン夏ガチャ来そうだなと。そうですね、一応、うん、まあ今日これ撮ってるのが、うん、木曜日で、うん、木曜日もうすでにね、はい、劇獣神祭が発表されて、そうですね、終わる日程 も出てるんで、うん、それに合わせてね多分次のシーンイベが来るだろうっていうのが予測できるんで、ね、それはね、もしかしたらキスキルとかかもしれないしね。そうですね、ちょっとね、うん、まあ多分、うん、コラボじゃもうないと思うんでね。そうですね、ここでコラボ来たらやばい。そうそうそう、ちょっとねガチャ全力で引きに行こうかなと思ってるんで、はい、またそっちで、ね、そっちでね頑張ります。そっちが出りゃいいんじゃない今回で。確かにそうですね、確かに今回調整したと考えれば、そうそう、またそっちでもね、うん、エメラルド別に出るから、うん、出るかもしれないから、ハイスアップしないけどねはいはい、でそっちでいきます、ね、はい、はい、じゃあね今回も、うん、チャンネル登録ね。確かに確かにやばい、あいつ下手すぎじゃないですか、はい、確かに、いやまあ、ね、はい、ね、10万人は行ったんですけど、うん、ちょっとね、はい、まだまだね、ここからね、いろんな方にね、ちょっと 見てもらいたいんで、してない方はぜひね、まだ休みなんでね、はい、はい、夏休み、まだ使える、まだ使える、まだまだ全然夏休み、まだ使える、はい、あ、ツイッターも2人ともやってますんで、はい、ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、今回もゲームイズ RPG スタジオの次から、次からお送りしました。お送りしました、ひかねえ豚はただの豚だ、くれないのでした。はい、ゲームイズのシロでした、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでね、物産展行ってリアル版ガチャをねちょっと仕入れてきたんで、これね、どうやらねラファエルが出るらしいんですよラファエルが出るらしいんですよ。でもね、なんかツクヨミとかガブとかもねいろいろ対象になってて、ちょっとまあ楽しみ楽しみ、まあ楽しみ、これから開けよっかじゃあ。開けるぜ。重心再現定ウリエル、ウリエルいらないな次行きますこれいいな、サムいらないよ、ガチなのになんで降臨出んだよ大黒天やば、ちょっとあげていい、クロスケさんの負けていいっすか、あげててください最後に、マジっすか、じゃあこれクロスケさんのプラメ、いいな、ラファエルだったら買い取るわ買い取る、あ惜しい惜しい、ミスックステキーラ、お、一番最初にガチャで引いたキャラが俺じゃないよ、カツが引いてないよテキーラ、俺ね、スタートハーネルだからみじんも重くないから、サムもう赤いもん、おお神かなんだね、しかも神か重心かなかったでしょマジちょっと、ぶっさんでもう一回行こう、ね、ぶっさんでもう一回行こう微妙、これ、いらねーこれ、微妙マジということでね、リアル版ガチャでもラファエルは出ないとマジかよ、ぶっさんで行こう今日の本番はここなんでね